ム初心者外国人と見ていくガンダム008話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではいきましょう、レッツゴー。のテロの後イタリア同時多発ですからね。施設武装組織ソレスタルビーイングによる武力介入の即時中止、および武装解除が行われるまで我々は報復活動を続けることとなる。どっかの国だろ、どう考えても。これは悪ではない。我々は人々の代弁者であり、武力で世界を抑えつける者たちに反抗する正義の使徒である。何を言うとんねん。やってくれるよ、まったく。人を殺しといてな。爆破テロ、国際爆破テロか。ネットワーク、自爆テロ多かったもんな。めっちゃ多かったもんな、一時期。爆破テロ、国際テロネットワーク、国際テロネットワーク。おー、テロの被害者か。ロックオン。それで誰よりも恨むわけが。悪いな、ハロー。少し一人にさせてくれ。あー、優しい、優しい。やっぱロックオン大好きやわ。狙い撃つ、狙い撃つぜ。うわ、かっこよ、かっこよすぎやろ。そしてオープニング聞きたくなるわ。無差別テロって、おお、無差別報復ありえると思ってたけど、うちらの風当たりまた強くなっちゃうっすね、うん、嫌われもんは今更だろ。どっちみち空にいる俺らには何にもできねえ。ここに風当たり強くなるのはアホだけど。普通に考えて、だって彼らに風当たり強くなるんだったらバカだよね。なんていうか、彼らのやってることも分かるんだけど、まあ、テロリストっていう見方も分かるんだけど、戦争を終わらせるための動きっていうのはずっと言ってるわけなんで、そこの意図をね、察せれないのは大概だと思うし、そこに対して今回のテロリストに対してテロで攻撃をしてるのであれば、じゃあ誰がどういった意図でそれをさせてるのか、それをされて困る国がやってるって話になってくるわけなんで、よりなんかちょっとハテナは浮かんでくるもんなんでね、まあ、彼らにヘイトを向くのはちょっと僕はね、どうなのかなと思うんですけどもね。ただまあそれが民間のまあテレビとかそういったものに扇動されてしまうんでね、それが報道の怖さやの。お嬢様、用事があるのでお世話の必要はなくてよ。お、すげえ金持ちだな。ちょっと分けてほしいわ。かっこよ、いい船。なぜそんな格好を。カムフラージュよ、カムフラージュ。ちょっと趣味が入ってるかも。あ、いいっすね、どういう状況か。いいっすね、いい趣味。いやー、いい趣味。揺れだね。分かってるんですか。分かってるけど、俺が見逃すわけねえだろ、こんな紙ってんの。見逃すわけないだろ。よう考えてみ、ガンダムのね、かっこいい機体を見るときより止めるからな。これ見てみ、このさ、服のさ、クリスティナやな、クリスティナ、はい、クリスティナのこの、わかる、ちょっとコメントしがたいところなんですけどもね、いけてるんだよね。はい、もう最高です。でもフェルトはフェルトでいいんですよ。もうこれでいいんですよ。この感じがまたいいんですよ。はい、今がどういう状況か分かってるんですか。分かってるけど、今はワン・ルーミンが放った映像、うん、フェルトのなんかこう無表情な感じが可愛い。あ、それにしても暑いわね。冷えたビールとかないの。神経が太いというか、なんというか、ガンダムより止めます。強がってんだよ、強がってんだよ。いい声。エージェントに連絡できればいいのに。クリスティナである我々が組織の全貌を知る必要はない。ベーダの采配に期待するさ。怒ってんね。ティエリアは不思議だな。フェルト、久しぶり。ハロ。やっぱ可愛い、ほら可愛い、やっぱ可愛いんだな。全エージェントへ通達を完了しました、うん、各国の状況は。主だった国の諜報機関は国際テロネットワークの拠点を探すべくすでに行動を開始している模様です。はいはい。テロ発生、人格寮です。これでユニオン、AEU、人格連、全ての国家軍が攻撃対象になりました。おー、やはり国際テロネットワークの犯行である公算が大きいようです。そういうことね。支援国家の存在も否定できない。支援国家、うん、嫌なものね、待つしかないということは、うん、まあそうだよね。テロを支援する国はあるからな。拠点があると推測されるわ、うん、相手が拠点を移す前に攻撃するためにもガンダム各機は所定のポイントで待機してもらいます。悪いな、お別れだ。フェルト、またな。フェルト、またな。フェルトにだいぶ声かけてくれるな。ハロー。おー、こう何かストーリーあるね。ハロー、かわいい、かわいい。ハロー、フェルトかわいいやん。ピンク姉ちゃん好きやん。ラクスからそうだけど。 GN 粒子のサンプ濃度正常値へ。キュリオス、目標ポイントへ飛翔する。キュリオス、やっぱキュリオス機体のかっこよさやばいな。めちゃくちゃかっこいい。オレンジって結構少ないからな、余計に刺さるな。うん、かっこいいんだな。最初太っちょって言ったけど、今度はビーダマンに見えてきたわ。だからそろそろ、うん、マーチはビーダマンに見えてきたわ。で、ハロとのコンビがいいんだよな。おお。我が方にも爆破テロだ、うん、フェルト、スポット当たりそうだ。重軽傷者67名です。諜報部が捜査に乗り出したようですが。人格連。分かった。
何かあったら報告してくれ。了解しました。中さん、彼なんかいい動きしそうだな。彼なんとなくバルトフェルドさん一だよねっていうところと、なんかコメントにみんな、いや彼すごいクールな男っすよっていうことをね言われていたんで、多分本当にいい動きをするんだろうなとは思っていて、で今回のテロのことを考えると、国がそれを支援しちゃってる、それを知ります、てめえこの野郎とかっていう動きしてくれんのかな、そこに疑問を覚えるのかななんていうのを思ったりとかね、とかね、今回の件は中佐が関わるようなことではないと思いますが、多発テロの原因はソレスタルビーイングだ、うん、となれば奴らがこの事件に絡んでくる可能性もある。そういうことだ。注意、こんなことしても敵さんは見つかりませんぜ。分かっている。私は我慢弱く落ち着きのない男なのさ、うん、しかも姑息な真似をする輩が大の嫌いと来ている。ナンセンスだが動かずにはいられない。お供しますよ、うん、注意。その忠義に感謝する。髪色がこう隠れてるけどグラハムやんな、よほど。モラリア紛争に同時多発テロ、姫様の外交にはケチがつきっぱなしね。テロの影響で、うん、イギリス外務省との会談も延期されたわ。だるいね。ソレスタルビーイングのせいよ。おお、ヘイトが向く。休暇だと思って楽しみなさいな。よく言えるわね、そんなこと、うん、先日議会が紛糾してね、保守派の重鎮が改革派の暴行を受けて怪我を負ったわ。あらら、そんなことが。市民の衝突にまで発展するのは時間の問題、うん、あなたの旅はこれが最初で最後かもしれないわね。大変よ。ああ、ルイス、僕だけどどう？若いのにの。私は大丈夫けど、ママがスペインに戻ってこいってしつこくて。一度戻って安心させてあげたら。ダメよ、もともと留学には反対だったんだから、うん、あれこれ理由つけて引き止められちゃうもの。戻ったら終わりやな。ただいま。ルイスも可愛いよな。姉さんが帰ってきた。またね、ルイス、何かあったら連絡して。うん、それじゃ。おかえり姉さん。で、疲れてる？そりゃ疲れるわよ。うん、モラリア大規模戦闘に同時多発テロ、各国首脳陣の公式声明、世界中で起こっているソレスタルビーイングの排斥デモ、社員総出で取材してもしきれないって。正直今まで人ごとのように考えてたよ。何が？なんていうか世界の状況みたいなこと。はい、ありがとう。ソレスタルビーイングが現れても、ここは戦争なんかしてないし、自分には関係ないことだって。でもバスが爆破されて、大勢の人が巻き込まれて、それを見たとき関係なくないんだって。対岸の火事ではないことを教えてんだね。リアルな作品や。何も知らなかっただけで。うん、私もよ。さっき被害者の遺族を取材してきたけど、正直きつかったわ。何もしてないのに、ただその場所に居合わせたというだけで、その人の一生が消えたのよ。きついな。遺族たちがソレスタルビーイングを恨む気持ち、わかる。まあ、確かにな。無理なんだよ、世界から戦争をなくすだなんて。確かに。彼らもそう思ってるんじゃないかしら。どういう意味？戦争根絶なんていう無茶な目的の裏には何かがある。ソレスタルビーイングが成し遂げたいと思う、本当の目的が。本当の目的。憶測だけどね。でも人は死んだよ、大勢死んだ。悲しんでる人たちもいっぱいいる。そうね、本当そう思うわ。テロも含めるとすごい人数死んでるな。1000人近くなるで。500の不明者含め600、700。どう思うだろう。きっと悲しむわ、サジのように。父さんたちが生きてたら。オーストラリア。バーチ、目標ポイント到達、待機行動に入る。うん、キュリオス、待機行動を続ける。散ってるね。いつまでかかるんだか。うん、しっかり散ってんな。散れるぜ。スコットランド、いつ何が起きてもおかしくない状況。行っちゃうのか。当たり前だ、俺は神の代わりに務めを果たしに行くんだ。ダメだよ、死んじゃうよ。なんだお前、死ぬのが怖いのか。それは神を冒涜する行為だぞ。うわ、彼は神のために生き、洗脳じゃねえかよ。死んだ。これで彼の魂は神の身元へと誘われることだろう。死の果てに神はいない。うん、熱源反応、テロ襲撃予測地点に近い。やはりテロか。怖いな。なんか宗教周りの話っつうのはね、すごいデリケートなんで、何とも言えないし、それぞれね信じるものがあっていいと思うし、それでね生きる活力になればそれが全てだなっていう風に俺は思うんですけども、ただやっぱ一部においてはね、それはもしやっていうようなね疑問をまあ持ちかけられてもしょうがねえようなところもあったりするわけで、まさにこの状況っていうのはね、その信じるものを一個作って人を扇動する、うまいこと使うっていうのがね今回描かれているわけでございますけども、やっぱことの成り立ちっていうのはね考える
るもので、その宗教がじゃあ何年ぐらいの歴史があるのか、なぜそれができたのかっていうことだったりとか、じゃあそれより前でどうなってたのとか、いろんなことを結構俺歴史ベースで考えたりするんだけども、やはり人をね扇動するのに一番使えるのでやはり宗教だったりするんだよね。お金も集めるのは容易だし、何かに向けて動くっていうのもすごいねやりやすかったりするんでね、なんかここら辺からも思うところは多々ありけり。じゃあだから何っつうと、だから何でも何でもないんだけどね、いろいろと考え方を持っているとそれはそれなのかなと思ったりとか、まあ、まさにそれが一個描かれてるところだよね。複雑。現場から一番近いのはあなたです。任されてもらえる？そして恐ろしいな。現場に向かう。今エクシアを使うわけにはいかなくてよ。分かっている。うん、かっこいいなこの乗り物も。本当なのですか？アキラオレンジバージョンみたいな感じ。郊外のホテルを手配しました。うん、この人アリと会ってた人に似とんだ。車に乗って逃走。茶色のクーペです。お動いた。やべえ、なんかいろいろと動き出してる感がすごいな。おお、すれ違い。おお、あっていうこの表情、何の表情、何を思ったのね。目標を確保する。何を思ったの。おお、防弾さすが。おお、タクシー。おい、何をしている。ちっちゃいタクシーやの。貴様何をしようとしていた。どう、ID を確認する。どうした、早く ID を出せ。近づいたら終わりや。戻ってきた。失礼、この少年は我々の連れなんですが。あなたはこういうものです。うん、失礼しました。髪色が同じ、関係あんの、まあ、そんな簡単な話じゃねえな。住むところも違う。違うのか。なことをしたか。違うか。いや、こんな場所で同郷の人と出会うとは思わなかった。同郷。ああ、アザディスタンの出身でしょ。違う。あ、クルジスタ。クルジス。うん、そうなの。私なんて言ったらいいか。おお、自己紹介してなかったわね。私マリナ・イスマイール。カマル・マジリフ。この国には観光で来たの。カマル・マジリフ。マジリス。待って、もう少しだけお話。本名か。お願いだから。実行犯の一人を確保しました。うん、はい、バイオメトリクスをそちらに転送します。おお、こっちはお嬢さん、確定情報です。国際テロネットワークは欧州を中心に活動する自然解雇主義組織、うん、ラ・イデンラと断定。各活動拠点の割り出しを急がせなさい。自然解雇。外交。自然解雇組織って何。カマル君も知ってると思うけど、カマル君、アザディスタンは改革派と保守派に分かれ国内は乱れているが、うん、石油の輸出規制を受けているアザディスタンの経済を立て直すためには太陽光発電システムが必要。おお。でも私たちの生活が悪くなったのも太陽光発電システムができたから。うん、保守派の人たちはそれを心よく思ってないの。両者の対立も止めないと彼らがやってくるわ。ソレスタルビーイング。どう、狂信者の集団よ。武力で戦争を止めるだなんて。まあね、確かに戦争はいけないことよ。人から見たらね。一方的に武力介入を受けた人たちは現実に命を落としているわ。経済が傾いた国もある。彼らは自分たちのことを神だとでも思っているのかしら。戦争が起これば人は死ぬ。介入の仕方が一方的すぎるって言ってるの。話し合いもせず平和的解決も模索しないで、うん、暴力という圧力で人を縛っている。それはおかしなことよ。話してる間に人は死ぬ。それもそう。クルジスを滅ぼしたのはアザディスタンだ。確かにそうよ。でも、うん、二つの国は最後まで平和的解決をしようと。その間に人は死んだ。時間の問題ね。カマル君、強制プレイで。戦いが終わったのは6年も前よ。あなたはまだ若くて戦っていたの。今でも戦っている。 No! 戦っている。 あなた保守派の、もしかして私を殺しに。あんたを殺しても何も変わらない。世界も変わらない。すごい出会いだな。違う、俺のコードネームは刹那 F 星雲。おお、ソレスタルビーイングのガンダムマイスターだ。おいおい、どんどんネタバレすんなこの男。殺されるぞマジで。紛争が続くようならいずれアザディスタンにも向かう。敵の前にティエリアに殺されるわ。いや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 、そんな。姫様、ネタバレ兄貴じゃねえかよ。各エージェントよりやべえな。ラ・イデンラの主だった活動拠点はすでに引き払われているようです、うん、なんかツイッターとかで多分最新話系の情報をバンバン書いてるようなやつだろうね、刹那。
いやでも複雑ですね、これいろいろとまたちょっと背景がこうつながりが見えてきましたけどもね、そういうことねっつうところと、なんか複雑なのがその戦争介入の理由だったりとかっていうね、そのスピード勝負っていうところもあるけども、対話が一切ないじゃないですか。どこで対話をするんだろうなっつうところはなんか思いつつ、ある程度力を見せたらどっかでパワープレイな対話を見せるのかな、わかんない。俺結構なんか前のシードでいうところのキラーたちの行動ってまあ押せるわけよ。なんかやっぱ時間の問題もあると思うし、パワープレイで攻めてまあ犠牲が出ないのはもう最善ですけどね。まあ結果を伴うところもまあ言いたいことはわかるところはわかるんだけど、なんかある程度力を見せたらやりやすい外交っつうのはあると思うんだよね。なんというかこのね、あの対話の中でも他の対話でもあったんだけども、力を持ってるやつが結構ルールを決めれるのが世の常ではあるので、そのパワーを見せることによってじゃあ自分らの求める、まあ、ルールを通していく、思いを通していくってこともできるんで、どっかのタイミングでそろそろ対話っていうのはもう入れていいんじゃねえとは思うんですけどね。裏で何かしらはなんか画策っていうの、そういうのはなんかされそうな気はするけども、そろそろ力は見せてるんでまあいけんじゃねえのかと思いながら、まあ、もっと相手の軍事拠点をバチコンぶっ潰して圧倒的に叩きのめしてさ、二の前が嫌なのであればちょっと話しようやっていう持ってき方も、まあどうせパワープレイで行くんだったらそっちの方がねいいのではないのかとも思うんですけどもね。戦地を終わらせていってもいいんだけどワンチャンみたいな。中東ね、これでまた振り出し、うん、俺なら基地バンバン潰すな。テロメンバーと思われるもののからの対話を抽出情報が有利に進める。 NRO の使用暗号文、うん、これでまた振り出し。待ってください。テロメンバーと思われるもののバイオメトリクス抽出情報がネットワークに流出しています。 NRO の使用暗号文、 BND、DGSE のものまで。お嬢様、世界が動けと言っているんだわ私たちに。よろしかったのですか長官、情報を流出させて。我々の権限では他国にいるテロ組織への軍事介入を行うことは容易ではない。しかし彼らなら別だ、うん、今回だけは利害が一致したということだ。まあ、ランイデンラの活動拠点は3カ所、グリニッジ標準時1400に同時攻撃。また利用されるな。了解バーチ、テロ組織の活動拠点への攻撃を開始する。分かっていてもな、利害、戦力は不明です。モビルスーツを所有する可能性もあります。そんなもん狙い撃つだけだ。さすが狙い撃つ。エクシア、ミッションを開始する。 GN システムリポーズ解除。プライオリティをセスナ F 制限へ。おう、このネタバレ兄さん本当に怖いな。外壁部迷彩被膜解凍、 GN 粒子スタンプ状況のままブローディングモードへ。やっばやっば、すごいな、ね、このアングルええな。いやマジで半端ねえな、そんなこともできちゃうの。エクシア介入行動に移る。なんかもう半端ないな、こんなの一機シードの世界にいただけでもやべえよ。ガンダム各機発進。スメラギさん、うん、他に指示あります？うん、ないない。あとはマイスターズに任せてビーチに行きましょう。いいんですか？作戦終了後に私ら空に戻るんだけど。お、行きます行きます。フェルト行こう。でもいいから。遊べる時に遊ぼうということかな。おお、楽しそう。俺的にはサービス会。まさか各国の諜報機関が協力してくれるとは、よかったじゃないか。いいように使われただけです。いやいや、だが大いなる一歩でもある。フェルトですね。マーシャル諸島ジェンガグレム、さあ思いっきり来てからのこんにちは。おーいえ、時間的なこんばんはか。うわお、目標を完全破壊、半端なコンプリート。はい、ややば、南米。おお、容赦しねえ。ああ、お前らに慈悲なんかくれてやるか。瞬殺やな、これは。ロケランじゃどうしようもねえだろ。お、モビルスーツ、予想が当たった、出てきたモビルスーツ。だが狙い撃つだけだ今日の俺は。うん、機嫌悪そうやな。容赦ねえぞ。だろうな、テロリストには容赦なし。エクシア、目標を駆逐する。おー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 、来た来た、かっこよかっこよ。まあ利害の一致っつうのが今はあるけどな、なんとも言えないね、この利用されてるけどもみたいな。旧式ともいえこんなものまで。おーおー、壊される、大丈夫か。おーわーお、ナイス、いいね、切れ味シールド、怒涛ですな。やったか。やれねえだろ、いくらなんでも。うわ、かっこよ、回収の中でのこれはやばいな。やはり4つもうガンガン出せるね、すげえな。おお、
エクシア、目標を破壊。圧倒的力だな、マジで。目標を破壊しました。圧倒的すぎるわ。ライデンらの活動監視。なんかすっきりするね。全国家の割り出しを続けるよう指示してください。うん、そこからで。わかりました。支援してるのはどこなのか。まったく。世界というのはどんどん割り出していかないのね。うわ、かっこよ。姫様、フィンランド外務大臣との連絡が未来の飛行機みたい。大した支援はできない。結局ね。ソレスタルビーイングのガンダムマイスター。誰も言ってねえのかな。まさかね。まさかね、ネタ扱い。モビルスーツだ。マジで。どこの国のだ。おあの白いの。まさかねがいるんだよ。横に。かっこいい。え、何すんの。ガンダム。通るだけが。うわ、かっこよ。なんかいい感じのシーンだね。うわ、かっこいい。うわ、ここの、いや、入りがいいな。もうめちゃくちゃいいな。で、曲が聴きたい。本当に曲が聴きたい。たまらんですね。はい、ということで今回こんな感じで締めていきたいなと思います。もうめちゃくちゃ楽しいな、めちゃくちゃ楽しいな。もう最高です。はい、ということで最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!